どううも沼さんですす皆様おはようございます今回はですね「ワッチャプリマジ」の第17話の感想ですねこちら語っていきますんで気軽に聞いていってくださいというわけで早速ですね感想の方入っていこうと思うわけですがまずは1つ目ですね突然の重大発表というところで ウンディーネから突然の重大発表がされていたわけなんですがエキシビションで一番輝いたプリマジスタにですねアクア・エレメンツを与えるっていう話だったというところにはねさすがにびっくりしたところではありましたね、まあ、しかもその時のこう最も輝いているプリマジスタっていうところでエキシ,シエキシビションの こうセンターを決めるっていうところはですね「うんディーネ」ではなくて配信を見ている視聴者による投票であるっていうところはですね「あそう来るか」っていう感じでは、まあ、ありましたね。あとはいえ視聴者による投票っていうことで見る気が自分に有利だっていうことを言っていたわけなんですが、まあ、確かにね こうカメラが回っている間ですねアピールとかまあそういうところを忘れずにしているミルキならありえなくもないのかなっていうふうなことをですね見ていて思ったところではありますね、まあ、でも視聴者がですねライブ配信を通してこう誰を応援したくなるかっていうところはですね こうなかなか難しいところではあったりして全然わからないところではあるんで本当に誰がセンターになるのかなっていうところはですね、まあ、すごく気になるところではありましたね、まあ、そういうところでまず1つ目の感想である「突然の重大発表」というところ終わっておきますでですね次 2つ目の感想に入っていくんですが「チムムの頑張り」というところでヒナをサポートしようとですねチムムがこう方向がずれたりしながらもですねこう頑張ってサポートをしていたわけなんですがこうチムムがいなくてもヒナが十分すぎるくらいに輝いているんだっていうところはですね「確かに」っていうふうに なっってしまったところではありましたねとはいえチムムがですねヒナのサポートをしようと本当に頑張っていたわけなんですが個人的にこう片付けを散らかっている状態の片付けをですね魔法でやろうとしたらこう配信を見ていた視聴者から「ポルターガイスト現象だ」っていうふうに勘違いされてしまうというところがですね なかなか面白かったところではありますね。また、チムムがですね、ひなに新鮮なお米を食べさせたいからっていうことで、田植えをこうしていたわけなんですが、まあそれをですね、なんだかんだ言いつつも、にャムたちも手伝っているっていうところがですね、みんな優しいなぁと思ったところではありましたね。 何にせよ、こう、ヒナの体をですね、こう、金色にしてしまったりっていうところで、サポートの方向を間違えたりしているっていうところはですね、なかなか見ていて楽しいところではありましたね。まあ、そういうところで、まず、えー、2つ目の感想である、チムムの頑張りというところ、終わっておきます。でですね、次、 3つ目の感想に入っていくんですが2人でやるものというところでウンディーネが壁は1人で乗り越えるものじゃないっていうふうに言っていたわけなんですがプリマジはですねこうジュッピとマナマナの絆があってこそだっていうことをですね思い出させてくれるような言葉ではありましたねまた ヒナの心がですねこう折れそうな時にもう一度こう諦めるなっていう風に言って立ち上がらせてくれたのは、まあ、こう他でもないチムムだっていうことをですねヒナ自身が言っていたわけなんですがヒナ、まあ、からねこうチムム以外のパートナーはありえないっていう風に言ってもらえていたっていうところもあってですねこう確かにその通りだなっていう風に 思ったところではありましたねそれと祭りがですねひなとちむむがコンビを解消しようとしているっていうのを見て止めようとしていたわけなんですが、まあ、こ,うこの時にですねひなとちむむの2人をですね信じるようにあまねが説得しているっていうところもですねこうかなり印象的なところではありましたね。 まあにしてもねヒナが他にふさわしいパートナーなんていないっていうことをチムムに対してこう言っているっていうところはですねこうなかなかうるっときたところではありますね、まあ、でもね本当にこれからのチムムの頑張りっていうところにも注目しておきたいなぁと思えるような話ではありましたね、まあ、そういうところで 3つ目の感想である2人でやるものというところ終わっておきます。でですね最後にっていうところに入っていくんですが今回はウンディーネからですね最終日のエキシビションでのセンターはですね視聴者投票で決まるっていうことが伝えられていたわけなんですが、まあ、こう果たしてセンターがですね誰になるのかっていうところは 今からワクワククするところではありますね。またチムムがですね自分に自信が持てなかったっていうことを言っていたわけなんですが、まあ、これからもですねヒナのパートナーとして努力するっていうことを決意するのはですね本当にいいなあと思ったところではありますね、まあ、ともあれチムムがですね キナのパートナーを辞めて魔法界に帰ってしまうっていうようなこともなくてですねほっとしたところではありますね、まあ、とりあえず次回の話では祭りたちの合宿の続きがどうなっていくのか今から楽しみにしておきたいというところで今回の「ワッチャプリマジ」の第17話の感想ですねこちら終わっておきますでですね 今までにも第1話から第16話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりまして怪人開発部の黒いつさんの4話の感想とスローループの第5話の感想ですねこの2本更新してますんで よかったらこっちの日本も合わせて聞いてみてくださいという話と明日はですね賢者の弟子を名乗る賢者の第5話の感想と秋びちゃんのセーラー服の第5話の感想そしてですねプリンセスコネクトリダイブの2期の5話の感想ですねこの3本更新しますんでよかったら明日もラジオの方を聞きに来てください というわけで本日3本目のラジオの方を終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。